A 団2000系電車日立電鉄2000系、電車2000系電車日立電鉄2000系電車は、かつて日立電鉄に在籍した通勤系電車である。本校では2000系の両運転台仕様である日立電鉄3000系電車についても記述する。老朽化した旧型車両の置き換えのため、低都高速度交通 A 団銀座線で使用されていた。 2000型を改造の上導入した車両である。導入にあたっては、機関や終電装置が異なるため、同日部屋線3000系の FS-510 系、台車、パンタグラフ、手電動機などを流用した。車内には、地下鉄線内では不要であった日よけ用のカーテンが設置された。改造は、k o 0規制で行われ、1991年より登場した。なお、 上と先の事情に考慮して単列車のほとんどが日立製作所制である。主にラッシュ時2両3両編成用の型運転台の2 0 0 0系1 7両、主に換算時の炭鉱運転用の両運転台式制御電動車の3 0 0 0系7両が存在した。塗装は赤色に白と黒のストライプが入る大胆なデザインであった。正面貫通路は灰色で塗られ、倉庫には 日立電鉄の車紋と日立電鉄のロゴが入れられた。晩年は赤色が色あせた車両も多かった。また、側面に広告が入れられた編成も存在した。電動車の2000系、制御付随車の2200系の2タイプが存在した。このうち2000型は機器によって2つに細分化される。2000系のパンタグラフは連結面側に設置された。車両の運転台の位置は、 両形式とも奇数者が、鮎川駅より、偶数車が、上北大田駅よりである。以下、編成中の車番表記は、上北大田駅より鮎川駅よりの順、編成を車番で表す場合は、上北大田駅より車両を基準とする。 1991年に2212から2001.2002から2211.2214から2003の3編成6両が導入された。同年11月25日には発射式が行われている。翌1992年には2004から2213.20052006から2215の2編成4両及び、 増結用1両の5両が導入される。1993年には2216から2007の1編成2両が、1994年には2008.20092010から2217の1編成2両を呼び、増結用2両の4両が導入され、2000系の導入は終了した。登場後すぐは主に車掌乗務の2連運用に使用された。m c の両は、 ラッシュ時の増結用として使用された。1996年には全列車のワンマン運転が開始され、ワンマン表示等の設置、運転席からのドア扱いを可能にする等の工事が行われた。これら一連の工事は自社九慈浜工場で行われている。1997年には三連運用が消滅し、増結用の MC には運用を失った。 このうち2008.2009は、ビア電ひたち号へと改造される。2002年、ひたち電鉄線全列車に連貨に伴いドア回路、運転席などが紹介良された。この対象から漏れた2212編成、2005は、運用離脱、旧車となった。その後の列車本数の減少に伴い2004年に2214編成が、2217は、 運用離脱、旧車となった。この結果、廃線時まで稼働していた車両は、2002編成、2004編成、2215編成、2007編成、及び検査時の予備車として3000系3026と、編成を組んでいた2210であった。2210プラス3026以外の編成は、廃止1ヶ月前に、ギャラリー電車に改装され、車内に、 沿線幼稚園児が描いた絵や、過去の日立電鉄線の写真などを掲示していた。また、廃止数週間前には、ヘッドマークの取り付けも行われている。営業運転最終日の上北、大田駅業最終列車は2002編成が、充当された。なお、予備車の2210プラス3026は、上北大田駅に常駐していた。電の2008から2009。 1998年夏、日立電鉄発のビール電車、ビアデン日立号が登場した。車両は2008編成が使用され、車内のテーブル設置、サービス用電源の配線追加、ヘッドマーク取り付け、側面のロゴ貼り付けなどの改造が施された。同年冬は同じ編成で、ドン電ン日立号が運転された。2000年には2009にカラオケ設備が取り付けられている。 通常は、大亀駅に留置されていた。同編成が検査に入場した際には多編成を使用することもあった。ビアデン、ドンゲンの定期運転は2005年1月で終了。同年3月に行われた、貸切運転をもって、運用を離脱し、上北大田駅に改装された。休憩者の塗装になった3025プラス3023。全30列車に連貨により末期は、 運転台同士を連結されて使用された。引き面は2000系、MC2 と同じで、両運転台下改造は、他社の運転台を接合する方式で行われた。改造は、蒸気所改造とともに、京王重機がいった。パンタグラフは車番によらず、あゆかわ駅より前面に設置された。また、3021.30233026の上北大田駅より前面。 3022.30253027のあゆかわ駅より前面に貫通ホロワクが設置され、連結運転時はこのホロワクを使用していた。登場当初よりワンマン運転機器を備えている。1992年に3021が導入された。その後1993年に3022から3024が、 1995年に3025が、1996年に3026が、1997年に3027が導入された。これにより3000系の導入は終了し、換算時に使用されていた旧型車は全廃となった。登場以来検査代行等を除いて、単行運転であった3000系だが、2002年の 全列車二連化に伴い3023.3025から3027の4両がドア回路などの改造を受け3025プラス3023.3027プラス3026の二連となった。この改造に漏れた3021.30223024は運用を離脱、旧車となった。3027は2002年、車体側面に 沿線旅館の広告を取り付けた。3025編成は2003年に、代々とクリームの旧型電車塗装に塗り替えられ、鉄道ファンの人気を博した。2004年、3026は、連結相手を2000系2 0 1に変更、検査予備車になり上北を大田駅に常駐した。同時に3027は、運用離脱、旧車となった。結果、 廃線時まで稼働していた車両は、旧型電車塗装に塗り替えられた3025編成と予備車の3026のみとなった。3025編成には2000系の最終稼働編成同様ヘッドマークの取り付けなども行われている。また、廃止日の大亀駅業最終列車に充当されている。廃線後は、2212編成、2002編成、 2005.2216編成、2008編成、2010編成、3021.30223024が、上北大田駅に、2214編成、2004編成、2006編成、2217.3025編成、3027が、九時浜駅に留置された。各車両の機器、台車の一部は、多し鉄に売却されている。 また、鉄道ファン向けの部品即売会のために、方向幕、ワンマン表示灯、全商灯、微灯カバーなどが取り外された。3023は2005年12月に、日立市内の模型店に移設、保存されていたが、2016年に解体。また、3025も、保存の話があったが白紙となっている。 3023以外の車両は、城北大田駅、久慈浜駅留置車と共に2006年7月までに、解体処分され、現存しない。3000系の増設運転台の教室車については、括弧内に記述する。ビア電、ドン電関連から可種類の広告が主であった。ビア電用の2008編成も、未試行だが、ビア電専用車のため急車にはならなかった。出店。 ローカル主鉄車用20年東日本編、寺田祐一町2001年 JTB 館。ありがとうございます。